すっげえ綺麗じゃん。はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます、こんにちは。はい、コタパパです。今日もよろしくお願いいたします。Amazon のタイムセールで注文した商品が毎日続々と届いております。私ね、集合住宅に住んでるんですけども、基本的に置き配の、ガスメーターボックス内にっていう、設定でいつも商品受け取ってるんですけども、昨日かな、逆にね、いつも遅れる時あるけど早く大和さんの方から届いて、で何が来たのかなと思ったら、ここね1、2、3、3つね来たんですよ。本気だなと思って、今日はねこれをちょっと皆さんと一緒にね開封してみて、やりたいことがあるんでそれをやってみたいと思います。まだ開けてないんでねまだ何が入ってるかちょっとわかんないんですけども、はい、心当たりはあるのでしっかり開封レビューしていきたいと思います。そしたらですね、早速やっていきましょう。皆さん準備はいいですか？スイッチオン。はい、それでは開封レビューしていきたいと思います。ちょっとね荷物が大きいんで、フローリング床でねちょっと開封させていただきます。それでは行きましょう。まずどれにしようかな。上から行きますかね。あ、これはね、今ウェブカメラをちょっと多用しながら動画制作をしてるんですけども、やっぱりね背景で何か入れないと汚いね、片付いてね、ね、ぐっちゃぐちゃの部屋がね、丸見えなんで、ちょっとね、黒巻じゃないですけど、1枚設けてやっていこうかなと思って、これは一応私なりの先行投資です。やっぱね、後ろでぐっちゃぐちゃだと嫌だもんね、普通の人はね。はい、まずこれが、終わりですね。次はじゃあ箱系からいきましょう。よいしょ、いきます。はい、それではオープンします。それ、ああ、なるほど、なるほどね。はいはい、これはですね、今回の頼んだ商品のメインになりますね。何を頼んだかっていうと、デスク用のライトを購入してみました。結構今はねシンプルな感じでまとめてるんですけども、もうちょっと明るい色味があってもいいのかなと思って、でこれ土台がね、3色あって、ゴールド、シルバー、ホワイトなんですよ。で、私は、ゴールドとシルバーが題材になっている ものを買いました。なんで、で、お値段がね、片側ね、1個単位で約5000円ですね。つい、反対側にも置けた。あ、これもそうだ。一緒だ。なんで、画角でこんな感じですね。と、こんな感じです。早速ね、届きましたので、じゃあ、たまにはね、ちょっとガラッと雰囲気変えてもいいのかなと思ったんで、これからセッティングしていきたいと思います。皆さんには、皆さんの心には刺さるのかどうかわかんないんですけども、
やっていきたいと思います。いきます。はい、それではね、これからセッティングしていきたいと思います。現状の感じはこんな感じですね。デスク周りはまあ結構ちょっと和を強めにね、コンセプトで作ったんですけども、そろそろ新しいカラーを入れてもいいのかなと思いまして、で先日ね、ファイファインさんの、コンデンサーマイクを買って、それがその何ていうのかな、色のグラデーションとか出て非常に綺麗なんですね、見てても。能力というかね、その性能もすごくいいんですけども、見た目にも映えするんで、あ、いいかもしれないと思って、今回2つね、あえて台座の色が違うものを選んでみました。ゴールドとシルバーです。はい、そしたらやっていきます。はい、はい、とりあえず開封ここまでとなりますね。それではセッティングしていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、セッティングの方ができました。ということで見ていきたいと思います。新しいデスク環境はこんな感じになりました。はい、オープン。ちょっとね、今室内の照明は落としてます。で、色がね、台座の色が違うだけで性能とかは一緒だったので、リモコンがね、2つになったんですけども、1個で両方とも反応するんで、もう1個はスペアにね、取っとこうかなと思います。でですね、簡単にね、ちょっとやってみたいと思います。単色からグラデーションまでいろいろになるんですね。これ赤ですね。スピードは違うな。
これが、単色かな。うん。で、次。はい、単色から。これで、編集はね、このカラーではやらないと思いますけど、なんだろう、落ち着く感じ？うん。ちょっとね、ゲーミングルームっぽくなりましたね。これで大丈夫かな？ちょっと試して、やってみたいと思います。はい。ちょっと電気をね、全部オフじゃなくってオンにしてみますね。あ、赤単色かっこいいっすね。そこにフェラーリもあるし。あ、いいんじゃない？いいよいいよこれ。で、裏側にね、こちらお分かりになりますかね。ここなんですけども、 USB のねタイプ A だね、タイプ A が接続できるので、ここにね、ああいう携帯とかね、うん、タブレットだとか、まあそのタイプ A で接続できるものに関しては、例えば携帯ね、もう充電することできますし、ダップとかね、そういうのも、充電することができると思います。ここに一発あるのはいいですよね。で、俺、セットじゃなくて2個買ったから、反対側の向こう側にもね、もう1個あるっていうことなんで、単純にね、ついてるだけでもありがたいなっていうふうに思いました。はい。うん。ちょっとしたアクセントになってますね。はい、一応できました。そしたらね、まとめていきたいと思います。はい、それではまとめていきたいと思います。まとめというかね、うん、ちょっとね、やっぱ買ってよかったなと思います。チカチカするのは、まあ、やっぱり、ずっと編集してると、目とか疲れるじゃないですか。そういう時に、暖色系の色、温かみのあるような色を出したり、あとはまあね、音楽でノリノリの時はね、さっきみたいな、イルミでね、できると思うんで、できることは、結構幅広いのかなっていう部分がありましたし、先ほども述べたようにね、USB 一発入ってますので、そこにね、充電できますんで、それがね、今2つあるってことなんで、こっからね、全部 USB 引っ張ってきて、タブレットとかね、携帯充電することが全然できるので、そこはよく考えてくださったなと思いました。予想してたよりね、ちょっと小さいかな、もうちょっとね、これぐらいあるかなと思ったんだけど、開けてみたら、うん、ちっちゃかった。で、ですね、多分見てるだけだとちょっと分からないと思うんですけど、こちらのここがですね、ゴールドになってます。で、前面にスイッチがありますね。ここをちゃんとすると、はい、オフですね。はい、でこちらがシルバーで、こちらも同じく、よいしょ、はい、消えました。
見えるかな、入ってるかな、画角に。はい、つけます。はい、特にね、影響はないとは思うんですけども、まあ単純にね、僕の楽しみが増えたなっていうと、やっぱね、こう一つのことを追求するっていうかね、その仕事とか何でもいいんですけど、没入する時にっていうのはやっぱりね、やっぱ音でしょ、音はもう大事になるのは分かるんだけど、やっぱ視覚からの情報っていうのは圧倒的に多いんですよ。うん、これがね、変な移動してたらこうちょっと気分が悪いんですけどとか、そういうことになっちゃうケースが全然ありえるので、うん、まあ、自分たち的にはね、人間がその受け入れられる部分、受け入れられない部分、みんなそれぞれ違いますんで、だからね、今日見ていただいて変なのって思ってね、いらっしゃる方も多いと思います。まあ多くはないか。でも、コタパパさん照明変えたんだ、前よりいいかもしれないですねっておっしゃってくださる方もいるかもしれない。でももうね、ここは俺のテリトリーだから、俺がやりたいようにやっていきたいと思います。そしてね、今後もね、質の高いね、動画を出していけたら、そしてね、皆さんに見ていただけたら、それだけで満足です。本当によろしくお願いいたします。というわけでね、ちょっと駆け抜けたんですけども、今日の、まとめですかね、そちらに関してはこれで以上となります。本日もね、最後まで動画の方をご覧いただき本当にありがとうございました。いいじゃんって思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価をいただけるだけで僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その点も合わせてよろしくお願いします。はい、最初はね、1個でいいかなと思ったんですよ。でもやっぱ対になってる方が、そのなんだろう、安定感があるのかなと思って、5,000円でね、ちょっと出てくるぐらいのお値段なんですよ、1本がね。だから1万円でお釣りが来るぐらいの、まあちょっとした投資をしてみたっていう感じですね。やっぱ視覚から入る情報量っていうのは、それだけでね、色だけで健康を害してる人なんかもいらっしゃいますからね、非常に重要な部分だとは私も思います。なので、まあ疲れるようだったら使わないっていう手もあるし、ちょっとノリノリで使いたいっていう時は別にカラフルにすればいいだけの話ですからね、もうそこはユーザー任せですよね。本当に自分のしたいようにするのが一番だと思います。いろんなね、 YouTuber さんデスクツアーとかやっておりますけども、やっぱりね、センスがあるなって、思います。うん、あ、この人はディスプレイ3つ並べてるよとかってびっくりすることが多いんですけど、いわゆるゲーミングルームとかっていう感じでセッティングしていくと、あ、こういうね、配置に落ち着くんだと思って、うん、私もね、今チャンネル登録者様が440名なのかな、今の時点で、ご登録いただいています。でね、しっかり動画を見ていただいているみたいで、視聴時間の方もね、だいぶ伸びているみたいですね。で、あとは、ちょっとね、私はこう10分でまとめるっていうよりも、その一緒に、皆さんと一緒に物を開封したりだとか、
製品概要を調べてみたりとかっていう気持ちが強いので、一緒にやってる共同作業みたいな感じで楽しくやってるんで、そういう面では私のスタイル、貫いていきたいと思いますのでぜひですね、ぜひそのところはよろしくお願いいたします。はい、動画の方はこれで終わりにしたいと思います。私とはね、次の動画でお会いしましょう。皆様の音楽ライフが素晴らしいものとなるように心から祈っております。はい、それではですね、 See you!